いやー、これ全員ギターの海賊王さん含め7人が並んで歌うんですけど、うん、はい、めちゃくちゃかっこいいですよね、ありがとうございます。嬉しい。もうなんていうんですか、7本のマイクがね用意されて、うん、次々とアーティストが入っていくあの感じ、うんうん、あれはなんかもう生のライブをね、うん、ぜひ見ていただいて、ぜひぜひ皆さんにぜひ味わっていただきたいと思います。はい、さあオンパチサナファーストでまだまだオリーさんとのトークは続きますが、今日はデイブレイカーズの非売品オリジナルポストカードにあゆねえの直筆サインを添えていただき1名様でプレゼントします。はい、さよう。ご希望の方はあなたの郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号もお忘れなく。メールはオンパチアットマークbfm.co.jp まで。応募は番組エンディング前までです。皆さんからの応募お待ちしています。待ってます。 BFM オンパチ with SANA J-POP Variety BFM オンパチ BFM オンパチ with SANA SANA FIRST DAY BFM オンパチ海浜幕張マリブ1スタから生放送でお届けしています。はい、スタジオには引き続きデイブレイカーズのオリーあゆみさんをお迎えしていますが、はい、あゆねえといえば、うん、AKB48 の元メンバーということで、まあ当然のごとくアイドルのね血が流れておりますよ。はい、そして私サナもあ、ごめんなさいね、私サナも R1 経験者といえどもすごいよな。ただいまアイドルもやっておるんでございますよ、はい、というわけでここからはあゆねえもご一緒にオンパチアイドルあるあるつまりはですね、はい、あゆねえと私サナがアイドルのあるあるトークをお届けしたいと思います。はい、いいですかあゆねえ、準備の方は、はい、OK です。あるある大丈夫ですか。ある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 はい、それではまずはあゆねえのアイドルあるある、最初はこちら。何でもやたら可愛いというあるある。ありますよねこれね。これ言うね、あるある、これ、ね、なんか大して可愛くないよねって思うなんかこう置物とかあってもあれ超可愛いって言う、なんかみんなわかる、ね、二言目には可愛いんですよ、可愛いみたいな、なんか可愛いって言わなきゃダメみたいな雰囲気は、なんかね、もうね会話がね可愛いだけで進んでいくんだよね。それダメだ、それ可愛いみたいな、ちょうだい、あそれも可愛い、ちょうだいみたいなちょっと待ってください、それ誰の真似してるのかなんかね半分ぐらい可愛いって言ってるみたいなね。確かに そういうのある気がする。とりあえずなんかまあ言っとけみたいな ね髪型とか全部ね可愛いみたいなまあでもハッピーになるはなるんですよね。そう言われたいしね、言っててもいいしね、うん、なんかね、確かに。ただぶっちゃけ私正直、はい、ついていけてない時ある本当に、うん、言ってひたすら会話の半分可愛いって言っとけば成立します大丈夫、これは私経験上ねそういう人たちいっぱい見たからあゆね今日喋った時にどんどん座れてきてます。そうだよ可愛いって言っとけば大丈夫だよ。そうですねはい、それでは、私サナが見つけたアイドルあるあるはこちら。女友達に会う前にブログにこれからある人とデートをしますと書くあるある。これあるでしょ。これあるね、これ私も使います。これはいいね、使ってるでしょ。使います私結構ほぼ、いや2日に1回ぐらい使うかも。なんかこうツイッターとかでも、なんかお友達とやり取りしてて、あの大島舞って私 AKB 時代からの親友がいるんですけど、もうなんか彼氏かっていうぐらい連絡取ってて次いつデートするみたいなメールとかも言いますよね。言えますよね。言うでも私ハラハラするんですよ。なんか一瞬ちょっとアイドルなのに危ないじゃないって思うんですよ。そう、ま、結果女子と遊びに行くっていうことなんですけど、ね、匂わしてね、なんかそう分かっててもねちょっとこれハラハラするね。ファンの人もドキッとしちゃうね、誰とデート行くのみたいなね。でもそれもちょっとテクニックみたいなすごい、サナちゃんやりよる小悪魔や小悪魔がいたぞ一応ねアイドルやっておりますんではい、はい、それでは続いてあゆねえが見つけたアイドルあるあるはこちら。ピンク色がやたら好き、あるある。ね、ピンク好き、ピンク好き。え、周りでいらっしゃいますかピンク好きな女子、すごい言います。そして私も好きです。
あ、そう、私もなんかキャラっぽくないんですけど、うん、なんだろうね、そういうピンク好きな人たちと一緒にいたから映った？映るの？映ったかもね、なんかピンク好きってピンクでも好きですよね。あれ、サナちゃんは？私はですね、うん、オフホワイトとか好きですね。オフホワイト、オフホワイト。あ、そうなんだ。のべーっとした色が好きですね。え、でもピンクも好きでしょ、ちょっと。ピンクね、私似合わないんですよ、顔が。あ、そうなの？そう、ピンクにね、嫌われてるの。え、そんなことないよ。あれならいいじゃん、なんでも似合いますから。いやいや、全然そんなことないけど、はい、なんかでも、アイドルの子ってピンク好きなイメージだよね。まあ、確かに多いですね。ピンクとリボンだよね。そうですね。ピンクとリボンとね、ピンクとリボンは多いです。そう、まあね、可愛いからいいんですけどね、うん、そう、はい、そうね、そうそう、はい。そしてもう一つ、私からのこんなアイドルあるあるはいかがでしょうか、うん、メディキュットあるあるある、ある、ある、ある。私ね、あんまりメディキュットって、あまりっていうか一回も履いたことないんですよね。あ、メディキュットは知ってますか、うん、あのタイツみたいになってて、ね、履いて圧迫するやつですね。なんかメディキュット、メディ、え、メディ言えないし、メディキュット、ね、さん、メディキュットデビューしたことないんですよ。ね、なんかね、私あのきついのダメなんですよね。あー、確かに夜寝るときにね。みんななんで寝るときにあれを履くの？むくみたくないんですって。あ、次の日の朝に備えてってことか。すっきりしてるらしいんですよ。そうなんだね、私ね、うん、寝相が悪いのかね、締め付けられるのダメなんだよね。あやね、寝相悪いんですね。寝相悪いのか、なんかね、こう、もう私寝てるときはこう、なんていうの、解放されてたい。待って、うん、ごめんなさい、寝てる時、うん、どんな姿で寝てますか？裸じゃないよ。あ、よかった、びっくりした。この話の流れだとさ、なんかそういう感じかと思うけど違いますね。でもちょっと求めちゃった。ごめんね。そう、なんか楽な格好で、もう本当にゆるい感じの部屋着で寝るんですけど、え、そらちゃんはメディキュットやっぱ使うの？私ね、うん、映っちゃったんですよ、やっぱり。みんな使ってるとね。そう、確かにみんなだんだん足がね、ほっそりしてきてて。あ、そうなんだ、うん、私ね、体育会系みたいな足をしてるんですよ。お、なんか運動とかもしてるから？してるから。そうなんだ。ごっちりって感じ。いや、これやっぱ効くんだね、メディキって。メディキ、全然言えない。メディキュッタ、メディキュッタ、メディキュッタ。ね、はい、効くんだこれ、そうなんですよ。そうなんだ。もうじゃあちょっとこれあるある、じゃあなかったですね。私もちょっとこれでもあのチェックします、これから。あ、本当ですか、うん、もうぜひぜひちょっと試してみてください。はい、うん、はい、そんなわけでちょっぴりね、アイドルのあるあるを皆さんに教えてみましたが、はい、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。はい、それではここで堀あゆみさんが参加しているデイブレイカーズが10月5日にリリースしたストーリーコンセプトアルバム「リターントゥーゼロ」からもう1曲お届けしたいと思います。堀あゆみさんが歌うのは「名もなき花」と、そして「ニューワールド」の2曲なんですけど、はい、ニューワールドはなんと、はい、あゆ姉が作詞を、そうなんです、作詞をさせていただきました。え、これどういうイメージで作ったんですか？これはですね、もともとそのアルバムがストーリーコンセプトアルバムっていうことで、うん、あのテーマが決まってたんですね。で、私は12曲目で、はい、ちょうどその決意っていう、あの部分をこう歌うことになってたので、はい、なんかあのそういうコンセプトで書いてっても、好きに書いていいっていうよりはやっぱそういうテーマでお願いしますっていうふうには言われていて、はい、で、私はなんだろうな、あの次の曲が相川さんの曲なんですね。ソロの曲にこうバトンタッチして、はい、うん、あのソロ曲の中で相川さんがラストになってるんですね、うんうん、でその相川さんがすごい希望の歌を歌うので、それにこうバトンをつながなきゃいけないっていうことで、うん、まだそのもう私はこう前を向いて幸せに生きていけるわっていう感じっていうよりは、本当にこうどん底のところから顔を上げた瞬間をこう切り取ったっていう歌詞にしたんですよね。かっこいい。そう、なんかこうまだ先のことは本当にわからないけど、未来が明るいかもわからないけど、それでもどんなに辛いことがあってもこう顔を上げろっていう、そういう強い思いで歌詞を書きました。はい、はい、それではそんな強い思いがこもった一曲、曲紹介をお願いします。オリーアイミでニューワールド。痛みだ。
嘘とか甘い誘惑とか誰かに払う